一本丸山健二です。皆さん、今回は1992年バルセロナオリンピック、この帽子です。私の家宝なんですけども、このオリンピックで金メダルに輝いた古賀稔彦選手、私の一つ上の階級だったんですけども、彼が得意技としていたあの代名詞一本背負いを皆様方に私が解説をしてみたいと思います。それではいきます。どうぞ。皆さん、今の柔道のルールと私どもが現役で頑張った時のルールとは全く違うんです。私どもが頑張った時のルールは片手で勝負ができたんです。なぜだか分かります？皆さん、そうです。あの判定の審判の勝敗が判定基準だったんです。一本技あり、有効、効果、そして判定があったんですね。今は皆さんのご存知のようにゴールデンスコアがあり、勝敗が必ず下されます。ということは、今のルールは必ず釣り手と引き手をしっかり組んで、この2つをしっかり組んで、そしてしっかりとした技が身につかなければなかなか勝ち上がっていく、勝ち続けていくことは難しいルールになりました。しかし、この一本背負いはやはりルールが変われども非常に効果的な技です。皆様方には必ず身につけていただきたい、挑戦していただきたい技の一つです。それでは皆さん、一本背負いの解説に入りたいと思います。その前にいきますよ。せーの、ドゥワドゥワこの一本背負いの形に入る前に大切なことを皆さんに絶対に伝えなくてはいけないことがあります。それはなんとものすごいリスキーな形があるんです。要は一本背負いに入ったら、わかります？一本背負いに入ったらこういう風になる場面があるんです。それを皆様方にお伝えしましょう。皆さん、この形分かりますか？喧嘩四つという形なんですけれども、相手の釣り手が私の釣り手より上に来てます。要は私の方が下から持ってる形になりますね。このクロスになった喧嘩四つの形で一本背負いに入ってみます。そうすると、いいですか皆さん、入りました。もしここで相手を投げることができずに私が潰れたとします。そうするとどうなるのか。こうなるんです。本当に今ね、体がね、しびれました。そして目がね、星が飛びました。星がこれずーっとしてると気絶しちゃうんです。ですからタップしちゃうんですよ。要は一本負けなんです。皆さん、分かります？柔道は今高校生からはこの絞め技があるんです。ということは皆さん、一本背負いに入るときに相手の釣り手の下から持って一本背負いに入りました。これは分かります？皆さん、ダメなんです。ぜひ皆さん、ここ本当に注意しなくちゃいけないとこなんです。ふざけてる場合ではありません。この釣り手を下から持って入ると締めてください。僕はもう死んじゃってもいいんですっていうぐらい本当に危険なリスキーな入り方になりますので、ぜひそこのところを注意をしていただきたいと思います。よろしく。一本背負いの非常に重要なポイントは、この脇をいかに決めるかということです。ということは、脇を決めるために自分のこの釣り手を持つ手がどこを持つかによって、この脇の決まり具合が変わるんです。ということは、今から3つのこの襟を持つ持ち方を皆様方にお伝えします。1つ目の襟の持ち方なんですけど、やはり脇を決めるわけですから、この脇の決まり具合が重要になってきます。ということは、この襟が下すぎると脇が決まりません。ですので、鎖骨のちょっと下あたりを持って、この脇を決めます。2つ目の襟の持ち方は、襟ではなく袖なんです。袖を持って脇を決めて入るという一本背負いの入り方です。3つ目、この襟の持ち方は、あのレジェンド1992年バルセロナオリンピックで金メダルを獲得したあの古賀稔彦選手の一本背負いの襟の持ち方です。それは、ここに袋を作ります。そしてそこの袋の中に自分の指を、4本の指を入れて掴みます。そうすることによって切れません。なかなかもう相手はこれを切ることが、逃げることができないんです。そしてそこから脇を決めますので、非常に脇の決まり具合が半端じゃないです。私は彼の打ち込みを何回も受けたことがあります。脇が痛くて真っ赤になって、そしてしまいにはちょっと表現が難しいんですけども、乳首がぶら下がったことがあります。切れて、それぐらい強烈だったんです。毎日毎日バーン、もうとにかくこの柔道着がすれてすれてすれて、乳首が痛いなーって思って、パッと見たらぶら下がってたんです。慌ててテーピングで応急処置をして、そして彼の一本背負いの打ち込みを受けた記憶がよみがえってきました。それぐらい、やはりこの脇の決め方、脇を決めることがとっても重要で、そしてこの一本背負いは、ここが要になるということを皆様方にお伝えしたい、伝え切りたいんです。この脇の決め方は、まず相手の脇の中に自分の腕を入れます。そしてその時に鍵を作って、自分の手のひらを後ろに返すことによって脇が決まります。この時に、この襟を持っている私のこの手は下に下げます。そしてここでギュッと決めます。そうすると、相手がいてという表現だとか言葉だとか、そういうことが出た時にはこれです。今言いましたよね、痛いって。この決まり具合が一本背負いの要です。皆さん、今一本背負いの打ち込みをご覧になりましたよね。私の足はここでした。以前から私は打ち込みと実践は違うって伝えてますよね。今から実践の足を皆様方にお伝えします。皆さん、打ち込みの足の位置はここでした。しかし実践はここなんです。ここ、皆さん、ここなんです。皆さん、打ち込みの足の位置はここでした。しかし実践はこの1歩目の足は中に飛び込みます。中に飛び込んで、飛び込んだ瞬間はかかとをつけません。そしてこの2歩目です。この2歩目が1歩目に追いつくような形で中に飛び込んでいきます。中に飛び込んでいきます。それを今から皆さんにお見せします。皆さん、この一本背負いのこの鍵、なぜこの鍵が大切なのか。これはですね、柔道は襟を持つじゃないですか。襟を持つ時に小指、薬指、中指添えるみたいな形でこう襟を持ちますよね。その時にこう持つこの形がこう来てるって思ってください。その方が我々柔道家は気合が入る、そして力が入りやすいんですよ。こう分かります。襟を持つ手がこのままこう来た。そしてこの手のひらが変えることによって脇が締まるんです。脇が締まる。そして相手の脇をここでグッと締めて、力が入ってますから、エネルギーがありますから、その脇を締めたこのエネルギーで、あとは1歩目の足を中に入れて、1歩目中、この形です。皆さん、ぜひこの鍵がなぜ鍵なのかを皆様に分かりやすく説明させていただきました。皆様方からいただいたコメントの中に、一本背負いに入った時に相手が流れてしまう、要は自分のお尻がすっぽ抜けてしまう、こういうことが多々あるんですけれども、どうすればいいんですかというご質問がありました。お答えしましょう。任せてください。それは先ほどご説明をしたように、1歩目の足です。この1歩目の足が中に飛び込みます。この中に飛び込むことによって相手が右左にもう動けないんです。この足が邪魔をして動けないんです。ですので、この1歩目の足がいかに中に入って相手の体を死に体にすることができるかです。参考にしてください。皆さん、今回のこの企画いかがでしたでしょうか。一本背負い鍵、皆さんがこれから現場で今回の企画を見て、一本背負いやってみてどうだっただとか、鍵ができ始めたとか、皆さん、この一本背負いが決まり始めるとスパーンとね、やっぱり古賀稔彦選手みたいにかっこよく決めたいですよね。皆さん、そのためにはやはり打ち込みをしっかりやって、脇を決めるようにして、それから1歩目ですよ、でき始めたら必ずスパーンと突っ込んじゃないですよ、スパーンとね決まるようになりますので、ぜひ皆さん頑張ってください。これからもいろんな企画をやっていきますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお目にかかりましょう。それでは失礼いたします。